はじめまして。久しぶり。こんにちは。こんばんは。ミカネフです。イェイ。はい、ということで。2時ですね。今日、ワンピースカードの新弾の発売日なのよ。はい。ワンピースカードもポケモンカードもめっちゃ買えるようになってるの。前までね、入荷のトラックを追っかけながら買ってたんだよ。それ俺らで。転売じゃないですよ、マジで。大会とか出てるんで。でもそのぐらいしないと買えなかったんですよ。なんで、本日の企画、コンビニ15店舗回って、何パック買えるかバーって回ってみて、いつぐらい買えるんだろう。皆さん予想立ててくれると。そういう感じなの？違うの。ただ問いかけ系 YouTuber。 なるほどね。問いかけ系 YouTuber って問いかけ系 YouTuber。 そうなの、はい、そう、俺たち問いかけ系 YouTuber。 何何ペリペリペリ。いっぱい回ったね。はい、はい、1時間ぐらいで回れたんですけども、買ってきまして、なんとじゃじゃん、これじゃなくない？診断。俺はこれ最新弾だと思ってユータとか言ってたら、ユータがそんな喜んでなくて、これじゃないらしい。とは言いつつ、皆さん。こんだけ。これに対してこんだけ。これよ。まあでも、ちゃんと買えました。で、意外とやっぱあるね。一店舗一パックが多かったから。多かったね。全然朝で行っても残ってるぐらい。そう。なんで、皆さんこの動画見てもまだ残ってるかもしれないんで、ぜひ探してみてください。結構ガラガラだね。ガラガラだ。え、終わり？エンディング。あ、違う、さすがにね。あ、いいよ。ここさ、真ん中でこうやっちゃったらかな。これいい感じにできそう。破けると思います。いきます。これ編集するの俺か。そうだよ。いきます、せーの。ちょっと新時代の主役が18パック、これが6パックということで、じゃあ新時代の主役からバカバカ開封していきます。もうザラザラいっちゃうよ。こんなんでいいでしょ。いいと思うよ。あー、ロブレッジね。あ、惜しいじゃん。これめっちゃ好きなの。まあでもやっぱ SR っていうかパラレルがいいんだよね。あ、シクダンね。かっこいい。そんなレベルなの。おり、一回来てくれ。シャカ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 。まあでもね、新時代の主役だからそんなに。え、ネイルのパラレル。やば。4枚目。テンションの違いが。なんなの。そんなに。あ、降りてる。降りてる。少しだしけ。あ、ゾロジュール。まあまあまあ。ファンとのかっこいいプレフィーが一緒。まあ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 、そんなにないですね。はい。サカ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 行きましょう。嬉しいね。ダン。クイーン。クイーン、思いの好きなやつな。別に好きじゃない。見たことないやついっぱい。時々本当に知らなそうなやついるのよ。あ、これ、これ強いっすよ。あ、SB はね。これも嬉しい。それほど嬉しいです。あ、これ技やん。あの、カイドウとビッグマムのな。そう。都会な。まあ、からの。あろうぜよね。そうだね。そうですね。スタン、あー、リンリン。はい。ということで、こんな感じになりました。はい。おもろい、この動画。だから言った、だから言ったじゃねえかよ。もう、ね、俺この動画で何か伝えようとしてるの。そうよ。啓発系 YouTuber じゃん、俺たち。なんか、ささやき系とか言ったの、最初。とにかく、あの、ファイヤーから買わないようにしましょうと。どうしたいのこの動画の。もう締めましょう。はい、ありがとうございました。結構ガラガラだね。ボロボロだ。ボロボロだね。全部ボロボロだね。すごいね。ボロボロだ。からのからのからの、すごい。やばい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 。当たりました。え、ガッチでやばい。しまった今。ひどいって。しまった。ひどいって。しまった今。